おはようございます。6月9日朝5時15分の相場解説になります。今回はですね、早速画面を切り替えていくんですけども、まずはね、1時間の図を見ていただきます。それではこちらの方をご覧ください。はい、1時間ご覧いただいて、昨日ですね、エントリーポイントを私が設定しました。赤で書かれていると思いますけども、エントリーポイントね、109円の575に、この赤いラインですね、ここに達したらですね、私はバイを入れようかと思います。で、今昨日から比べて、これがね、ひげを出して上の方にせり上がってきているところなんですけども、で、ドーンと落ちたのがもう移動平均線見てください。もう折れ曲がって上昇に向かってますよね。ですけどまだここではエントリーで言いません。ここを超えたらエントリーですよね。明確な基準を引きましたけども、こちらを超えたらバイ、そうでなければね、跳ね返って下に行く可能性がありますので、また別の設定をしなければならないかなというところでございます。これが大前提です。それではデイリーの方を見ていきますよ。デイリー見ると、これ、フラッグを書いてね、上の方に進んでいるというふうにお話して、何日かになりますけども、じゃあですね、今一番先のローソク足は陽線に出てますよね。陽線に出てるけども、109円の575に達してないんで、まだ下にもう一回下がる可能性がありますから、エントリーはしていないということでございます。ただこれをバイでエントリーできるようなエントリーポイントに達した場合は、ここまで伸びてくることが今までのフォーメーションから考えられますよね。で、ここが大きな利確ポイントになってきます。で、4時間を見てちょっとね、最終的なまとめにしたいと思いますけども、4時間を見ていただくと、上にポーンと跳ねて、下で固まってもう一回上に跳ねましたよね。で、その過程でこういうふうに私は見ていたんですよ。ちっちゃい三角形、まあこの三角形がさらに大きく、さらに大きい三角形ができて、で、ついにはもっと大きな三角形になっていくのかなと思ったんですけども、三角形にならずにそのまま下にずれていったということでございます。でですね、ここに、あれ、ちょっとすいません、ここに反応してですね、上昇に向かうんじゃないかなっていうところで上昇に向かったわけですけども、次のゾーンがここにありますんで、それは超えたんですよね。超えたんですけども、109円の575に達してないんで、ここを突き破ったらこの辺りまで、新しい高値圏まで伸びていくっていうふうに見ていこうかと思います。だから大きな利確ポイントになるでしょ。まあ、そういうことですね。以上ですかね。はい、ということなんで、109円の575のポイントまでは昨日に引き続き今日も様子を見ていこうかと思います。うまくいけばあと、そうですね、2、3本、4、5本、午前中のうちにはエントリーポイントに達するんじゃないですかね。だから109の575を破ったらバイの方でエントリーします。それはちょっと言っておきます。それではまた後ほど。